はい、おはようございます。はい、本日から、ドンスト月間開始となります。ようこそ。本日はもうそちら側のそちら側にしてますね。担当の者になっております。明太子ということでね、はい、11月2日、まずは出発2日前ということで、初回は新潟となっております。はい、ということで新潟に向けて、3人で打ち込みをして体を鍛えていくという本日そんなコーナーとなっております。ということでまずは新潟から Vlog 撮っていきます。頑張っていきましょう。はい、さあリハ初日終わりました。でーす、プロテインでーす。疲れました。普段飲んでないのに、あ、飲みよし。デザイン漏れました。チョコミントでーす。うわ、普段の食材派なんで、ちゃんと鶏肉から取る派なんで。嘘です。ああ、まあね、明日も飲んでいきましょう。はい、明日も練習して新潟に。下は積み込みからです。はい。なんか久々、うわ、この感じドンストやなっていう、この練習の感じ。まあ、いいです。まあ疲れました。こんな感じで細々と Vlog 回していきます。いつまで続いてるかな？フラグ。おはようございます。朝でーす。はい、おはようございます。はい、本日は11月の3日、まずは積み込み。今ですね、午前中の午後になりましたね。はい、12時集合ですが、今のところ拓也くんはちょっと遅刻中でーす。ダメでーす。はい、ということで積み込み進めていきます。頑張ります。はい、積み込み中です。はい、拓也くん合流しました。寝坊しました。はい、すいません。じゃあ引き続き積み込み頑張っていきましょう。いお太鼓積みました。はい、今から昼飯食いに行きます。イエーイ。積み込み終わったので、これから、リハに向けて飯食っていきます。イエーイ。いやでもこれしかない。あと10出せんか。あ、出せんか。そうなるとまあこうなる。で交換でしょ。だけど交換してんだ。今ねゼノっていうカードゲームをやってます。練習前に。面白いですね。まあ集中力高めるゲームですね。いいように言うと。お互いに不謹慎不謹慎不信感を抱く。そう中をね、ドンストリハ2日目です。昨日の筋肉痛は残ってますか？はい、今もう俺も余裕言っちゃう。いや毎日痛いよ。はい、
そんな感じで、はい、じゃあ本日も頑張っていきまーす。おい、寄るな。が終わりました。終わったぜ。じゃあ明日から出発頑張っていくぜ。いよいよ始まります。はい、頑張りましょう。頑張ります。では明日にゴー。おはようございます。おはよう。今日も激アツの空です。夏ですね。はい、11月の4日。はい、今現状積み込んでおります。ドレスコード、結構荷物太鼓少ないんですけど、まあね、初めて行く土地なんで物販をねたくさん積もうと思っております。ドンストはね、物販が充実してますんで、むしろ充実すぎないって感じで引き続き積んでいきます。はい、じゃあ出発いよいよしていきまーす。はい、ということで、新潟本番に向けて出発していきまーす。行ってきまーす。運転中さて、では先に来たので先に食べます。いただきます。それ何食べてるんですか？チキン南蛮丼です。もう28歳が食べるもんじゃないもん。いいやろ。胃袋は高校生。めっちゃ痺れ。そばとかそばとかもうちょっとサバに定食とかにしてくださないな。一応僕が一番食べるんで早く食べてもらっていいですか？すいません。ちょっと早く食べてもらっていいですか？もうこれだけ。はい、無事到着しました。さあ、ちょっと時間ないのでさっと組んでいきましょう。全部出ますもんね。はい、足元 SS という
ふざけちゃダメ。アップダウンセット。初日のとりあえずバミリ終わりました。はい、まあ、ツアー初日なんでね、気合い入れて頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。頑張ります。じゃあ美味しいもの食べいくぞ。荷物荷物はい、今、リハを終えてホテルに戻って夕食のポイントを探しているところでございます。アスカプール海鮮料理やっぱ、まあ、みんな海鮮って書いてあるからどこもすごく大きな差はないと思うけど、結構な。じゃあ引き続き吟味していきます。なんとお店に入ったらポスターが貼ってました。あ、太鼓の人ですかって言う。有名人ですね。ちょっとすげえいいですよ。すげえです。めちゃめちゃ方言でしょ。絶対酔わせよう。8時半に折れてくればいいから。あ、そうです。あとは食べる。じゃあ7時半まで。7時半まで。はい、糸魚川に来ております。福岡県の久留米から来てるんで、彼は。なんかわかんないけど、厨房立ってます。おはようございます。おはようございます。揚げ揚げでいこうぜ。揚げ揚げでいこうぜ。ということで、ツアー初日になりました。いい天気。いい天気ですね。やばいっす。さあ、今から会場に向かって最終リハをやって本番に備えたいと思います。えあはん、よいしょ、レッツゴー。はい、会場着きました。オッケー。はい、これから、準備を整えてリハになったらリハをしていきたいと思います。そろそろそろ。さあ、今からリハ始まります。なんか今日色味がいいですね。怖い。怖い。赤ちゃん。リハ頑張っていきます。はい。
これから決起集会です。決起集会、じゃあお願いします。待機お願いします。今から待機ですので、ひよってるやついる？いねえよな。お客さん笑顔にするぞ。はい、今リハ終わってちょっと休憩してるところです。これからフィナーレの合同曲のリハをやっていきたいと思います。頑張っていきたいと思います。はい、ということで今はリハが終わって物販を作っております。ちょっとえげつない量でどうしていいか分かりません。いつもの T シャツですね。チェキです。でもチェキもあります。あとはいつものローストセットですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、今開場しました。開場しました。長蛇の列です。どうも、どうも、こんにちは。ゲストです。タイガさん、絶対寝れるときに寝とったがいいです。絶対寝れるときに寝とったがいい。絶対今言わんとったがいい。絶対言わんとったがいい。寝とったやないか。本当や。止めませんよ。はい、頑張りまーす。さあ、いよいよ本番でーす。ツアーが始まりますよ。始まります。でもなんかゲスト出演なんで、なんかそこまで緊張はしてないですけど、まあどんな空気感なのかわかんないので。今回初披露のオーバーチャーもあるね。そう、そう、そのオーバーチャーがどんな反応なのかっていうのが気になります。いつも通り頑張っていきましょうと思います。戦いながら。はい、そうです。頑張ります。よし、じゃあ海まで走りません。はい。頑張りまーす。それではお待たせいたしました。第2部はドンストップの演奏からお楽しみください。無事新潟公演終了しました。めちゃめちゃ楽しかったです。いや、ありがたいことにオーバーチュアも盛り上がりました。
楽しんでほしい。本当楽しかったです。引き続きのツアー、はい、盛り上げていきましょう。来週は北海道に行ってまいります。北海道、その前に一旦、新潟でもう一回美味しいもの食べて、イエス、はい、活力つけて北海道行きます。行ってきます。じゃあね。1軒目終わって2軒目です。はいはい、もう酔っ払ってます。はい、よろしくどうぞ。逆うわ、はい、ね、はいはい、2軒目ですね。はい、はい、調子はどうですか。酔っ払いです。酔っ払いです。酔っ払い、いや、こっちとら余裕です。クルメ舐めるな。はい、九州男児盛り上がってまーす。いやいやいや、おやじ盛り上がってまーす。はい、じゃあ頑張っていきまーす。はい、3軒目を超えて、セブンイレブンで、締めのラーメンを買うところです。はい、3軒目を超えて締めの、何かを買うところです。もうすごいですよ。はい、ポケか、はいはい、僕はもうあの、はい、一番くじですね。もう好き放題買っちゃってください。ごちそうさまです。あ、すいません、ごちそうさまです。無理。はい、新潟来ましたよ。まあ、大体どこですか。まあ、そうですね、松代らしいっす。ご飯食べました。入ってまーす。お父さんが、行ってきます。はい、横浜帰ってきました。今は、車から荷物を下ろしていきます。全員全身ボロボロです。ちょっと違うみたいです。はい、11月なのに半袖短パンで頑張っております。はい、こんな感じで新潟 Vlog 終わっていきます。また会いましょう。と思うやん、はい、僕は今から福岡に帰らないといけないので、一人で寂しく福岡に帰りたいと思います。いつも僕だけ仲間外れなの。うん、いえ、まあね、いつも、お、もう前太鼓演奏したけん帰ってこせえし、お、いけいけいけっていつも言われてます。まあそれは冗談なんですけど、今ですね、僕半袖に半ズボンなんですよ。で、しかもこのピンクだから、すれ違う人がめちゃ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 見てきて見てきてって言い方あれけど、まあ、僕が半袖半ズボンだからあれなんですけど、また北海道も頑張りたいと思います。あと2日後か3日後ぐらいにまたそちらに行きます。じゃあ皆さん、また会える日まで、バイバーイ。